テレトビズ。舞台の点灯を行います。気をつけろ。第一機動隊右翼使用、右へ前へ。大使館入場。
ただいまから新隊員合同訓練警備部長採取を行います。体育館に対する訓練開始報告。
たさ。第1回訓練開始。訓練科目は規制体系、連鎖体系の作り方、規制体系からの移動要領、実施部隊は第2、第4、第6部隊、指揮官は第3部隊、学習部隊長です。
第三試合場でございます。
愛称隊スタレン一戦、戦いだけー！プレー！
一斉に
使官に対する訓練終了報告。軍人新隊273名の皆さん、まずは輝かしい歴史と伝統を持つ機動隊への入隊、誠におめでとうございます。我々警備部は皆さん方を心から歓迎し、また皆さん方を心からお待ちしておりました。ただいまは皆さん方の気迫あふれる、はつらつとした、また颯爽とした姿を見ることができ、警備部長として大変頼もしく、また心強く思ったところであります。実質わずか2週間という期間、寒暖差も激しい気候の中で、ここまで連動を上げていただいた皆さん方の奮闘に心から敬意を表したいというふうに思います。皆さん方が入隊された警視庁機動隊は、昭和23年5月の発足以来、極左暴力集団による街頭武装闘争、また今年2月に発生から50年を迎えた浅間山荘事件、さらにはオウム真理教による地下鉄サリン事件をはじめとする一連の凶悪事件、こうした社会を震撼させたさまざまな事件、さらには東日本大震災をはじめとする大規模な災害、そして昨年開催された東京2020大会の警備など、さまざまな歴史を形作る場面に厳然と存在し続けたわけであります。そしてそれは昭和から令和に至るまで、また北は北海道から南は尖閣諸島に至るまで、全国津々浦々で見られた光景であります。その過程において、皆さんの先輩方は、さまざまな事象、新たな脅威に、いささかもひるむことなく、完全と立ち向かい、その時々に、NBC 対策、さらにはドローン対策など、さまざまな知恵を出し、完全と立ち向かい、治安の最後の砦であり続けました。このような存在である警視庁機動隊の一員として、皆さん方は明日から
首都警備の最前線に立っていただくわけでありますけれども、この機会に私から2点お願いをしたいというふうに思います。1点目はいつも申し上げていることでありますけれども、常に自分の価値を高める、こうした形で位置づけていただきたいということであります。新たな警備手法の警備技量の習得、さらには各種資格の取得、また銃剣道や各隊の部活動をはじめとするこうした活動の技量の向上、さらには承認試験の合格、また先輩やこれから来るであろう後輩たちの信頼を勝ち取ること、やり方は様々あります。若い皆さんには明るい将来と無限の可能性があり、そしてその可能性を伸ばす、そうした環境を有する機動隊着任されました。この機会にぜひ今まで以上に自分の価値を高める、こうしたことに意識をしていただきたいというふうに思います。そして自分の価値を高めるとともに大事なことは、自分の価値をいささかも貶めないということであります。そのために一番必要なことは規律を保持するということであります。機動隊には一糸乱れぬ規律が必要であり、世の中には守ることもできない規律というものは存在しえません。よって世の中にある規律というものは全て守らなければならないということであります。規律の乱れは世の中の常識と自らの常識にズレが生じた場合に起こる。で、すなわちそれは自らの甘えや心の乱れから起きるものであります。さらには仲間との連携が崩れたとき、ここにも規律の乱れが起きると言えます。皆さんにはさまざまな分野で自己研鑽されるとともに、苦楽を共にすることとなった隊長副隊長以下隊員の仲間たちと、その連携をしっかりと意識し大事にし、その絆の中で大きく羽ばたいていただきたいというふうに思うところであります。その2つ目は、機動隊の一員としてさまざまな面で主体性を持っていただきたいということであります。機動隊は警部補以下の職員が 96% を超え、40代未満の職員が 86%、 そして20歳代以下の職員が 58% を超える、こうした組織であります。まさに皆さん方が機動隊の核であり、そして主体であるわけであります。本日からぜひそのような認識を強く持っていただき、日々の出航、隊舎、寮、待機場、こうしたところの勤務環境、さらには隊員間の関係性などについて積極的に意見具申をしていただきたいというふうに思います。意見を持つためにはしっかりと観察をしなければなりません。皆さんの目で現在機動隊の各隊の置かれている状況がどういうことであるのか、しっかりと見ていただき、勇気を持って意見具申をして、そして未来の機動隊を皆さん方の手で作っていただきたい、強く思う次第であります。結びになりますが、本日は肌寒い中、多くの所長さん方に激励の視察に来ていただいております。心から感謝申し上げますとともに、警視庁の共有財産である機動隊を皆さん方とともにしっかりと動かして首都の治安を守りたいというふうに思います。また新型コロナウイルス対策、その感染症予防対策や、あるいは隊員の健康管理にしっかり気を使いながら、短い期間で新隊員の方々諸君をここまでの練度に上げた各隊の隊長さん、
あるいは指導員の方々の苦労に心から感謝を申し上げ、私からの訓示といたします。以上で人体行動訓練警備部長採取を終わります。採取官退場。総指揮官に対する訓練終了報告。皆さん大変お疲れ様でした。非常に、気合の入った、元気のある素晴らしい、警備部長採取だったと思います。明日からの警備、勤務ですね、自信を持って、当たっていただきたいと思います。そして一瞬一瞬を大切に充実した機能体生活を送っていただきたいと思います。以上。
お願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。